あ、夜な。はい。明日は健康診断やけどさ、もう準備してる？え？うわ、忘れてました。うわ、忘れてて昨日ラーメン食っちゃいました。おお、マジか。まあ、けどお前若いからな、まあ別に特に気をつけることもないやろうけど、もう俺ぐらいになると、1週間前ぐらいから結構食生活見直してるで。1週間前ですか？マジっすか？うん、あ、真鍋、真鍋。1週間もなきゃ遅いぞお前。え、マジっすか。いや、俺なんかさ、もう1ヶ月前から準備に入ってるからね。いや、この1ヶ月間さ、俺野菜しか食ってねえもん。マジっすか。マジマジ。だからもう今回は全然引っかかる気しねえわ、マジで。やっぱりあれなんですね、気使わないといけないんですね。いや、当たり前だろ。いや、やっぱりさ、管理職たるもんちょっと責任とかもあるしさ、はい、もう本当にもうこの仕事体の資本だからな。大変なんですね、本当に。そうだよ、おめえ若いからさ、そんなこと気にしねえかもしれないけど、大変なんだよ、この年になると。まあ、今回はバッチリだ。マナブさんどうでした？読めたの？あ、僕 A でした。さすがやな、俺 B やわ。まあでも B でもまあ大丈夫でしょ。まあな、はい、課長、あれ課長、どうだったんですか？ G G?